広島県呉市で全国各地のご当地キャラクターが集まるイベントが開かれ、多くの人でにぎわいました。続きを読む。呉市の大和並留場で開かれたイベントには、福岡の色紙や京都の笠やんなど全国各地から34のご当地キャラクターが集まりました。このうち地元呉市のキャラクタークレシット子供が扮した呉市 JR がステージで踊りを披露すると、訪れた人たちは可愛いと声を上げてスマートフォンで撮影していました。会場には広島特産のレモンを使った焼きそばや蒸した牡蠣などを食べることができるブースも設けられ、買い求める人たちでにぎわっていました。このイベントは西日本豪雨で被災した呉市を盛り上げようと3年前に始まりましたが、新型コロナの影響で2年連続でオンラインでの開催となっていました。今年は久しぶりに直接キャラクターが会場に集まったこともあり、訪れた人たちはお目当てのキャラクターを見つけては触れ合っていました。呉市の5歳の女の子は、名前は知らないけど角が生えている女の子のキャラクターが可愛かったですと話していました。